はい、今回ですね、もう誰やねん、究極の誰やねんですね。お前誰やねんを紹介しましょう。大山圭介。はあ、誰やねんやな。95年生まれ、ということは26か7か。ポジション的にはセントラルミッドフィールダーですかってなってますね。まあ俺最近ね、大宮の試合も見るんですよ、ダゾンで。というのは別に大宮のサッカーが魅力的とかそういうことじゃなくて、今ちょっと残留争いやってるじゃないですか。やっぱ面白いですよね、残留争い。もう勝ち点絶対ね取らなきゃいけないっていう、それで臨んでくるチームはね。でこの大山は俺が見てる限りスタメンじゃないんですよね、途中交代なんですよ。で選手のタイプ的にはまあサイドアタッカーなんかなっていう感じするな、見てると。ちょっとドリブラーみたいな、感じはするんですけど、いかんせんインテンシティもないし、攻撃のその爆発力もないしね、感もなく不可もなくの、選手という印象かなって感じするね。フィジカルもそんな全然強くないよね。174、62キロですからね、ちょっと厳しいよね。まあ、ポテンシャル的には J2 じゃなくて J3 ぐらいかなと思うよね。J2 だとなかなかスタメンフルは難しいかなという感じのプレイヤーですね、今のところ俺が見た感じではね。まあ別に毎試合見てるわけじゃないんで。はい。まあ大宮で、残留争いマジで面白いね。もう大宮と群馬と、岩手、この三つどもえやから、この中から1も落ちるから。そうね、まあ、読めへんな、これ読めへんな。岩手は非常にしんどいけど、わからんからな。秋田のサッカー読めへんねんな、なんか。機能してるんかしてへんのかようわからへんな。戦術的にはね、相馬が一番優れてんのかなっていう気がするんやけど、ただ大宮は相馬が来てまだね、そんな日が経ってないんで、戦術のその、浸透度で言うと、岩手が、もうね、秋田が結構やってるんでね、長く。3年ぐらいやってるのかな、なんであれなんですけど。群馬はね、もう愚直に、戦術根性でね、ひたすら勝ち点稼いでるんで、4-4-2で。まあ、いや、わからへんな。最後までわからへんな。残り3試合かな。マジで注目ね。大山くんは、移籍した方がええかもね。